どうもヒロです。今日から健くんと一緒に中学の英語の授業を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。一。英語を始める前に。授業を始める前にちょっと質問。言葉ってなんだろう。そう。 僕らが普段使ってる日本語も英語もそもそも言葉って何なんだろう,うん言葉は自分以外の誰かに情報を伝えるための道具声または文字を使って情報を伝えますまず言葉を発する私がいて伝える相手あなたがいる言葉のキャッチボール 投げる側のピッチャーと受ける側のキャッチャー、この発する側のピッチャーを私を一人称と言います。でこの受ける側の相手キャッチャーあなたのことを二人称、そしてそれ以外をすべて三人称、三つのグループに分かれます。自分私が一人称、あなた相手が二人称、それ以外が三人称。 一つの文には必ず主人公がいる。漫画や映画と一緒。その主人公を主語と言います。誰々は、誰々がってやつね。私は犬が好きだ。私は。これが主語。英語だと I like dogs. 主語は一番大切な情報なので文章の一番最初に登場します。で、この主語なんだけど大事な情報なんだけど日本語ではねよくよく省略されます。省かれちゃう。わざわざ言わない。例えばこんな会話。ああ腹減った。腹減ったマック行こう。腹減った。腹減ったマック行こう。 日本語では普通に意味が通るんだけどすべて主語が省略されています。正しくは「あああなたは腹減ったよし!」だったら「私たちは私とあなたはマックに行こう」そういう会話。 日本語は主語を省略しても大体意味が分かったりするんであえて言わないことが多いんだけども英語は何より一番大切な情報なので省略せずに文の一番最初に登場しますそれが主語漫画で覚える見る見だけ授業言葉は自分以外の人に情報を伝えるための道具言葉を発する側の話して私がいてそれを受ける側の聞き手て。 あなたがいる私が一人称であなたが二人称それ以外は全て三人称そして文には必ず主人公主語が存在してこの情報は何より大切なので文の一番最初に登場する最後まとめ言葉は誰かに情報を伝える道具発する側の話して私のことを一人称と言います それを受ける側の聞き手あなたのことを二人称それ以外を三人称と言います一つの文には必ず主人公がいてその主人公のことを主語と言いますこの情報は何より大切なので文の一番最初に登場します。今日は英語を始める前の言葉の大まかな仕組みについてお話ししました。 1> 1人称2人称3人称や主語などに関してはまた授業始まってから詳しく説明していきます。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。